はじめまして。おはようございます。クロです。ちょっと皆さん、僕のつぶやき聞いてくれませんか？最近ね、マスターに放置されてます。僕のね、役割って空気洗浄機と加湿器、加湿する機能ついてるんですが、最近放置されすぎてマスターが水を入れてくれません。僕自分では水を作れないんです。にもかかわらず最近水入れてくれなくて、僕の役割果たせなくてね、最近泣きそうなんです。皆さん、僕の役割って空気清浄機だから、一日中24時間スーハースーハーしてます。でもね、マスターがこの部屋にいる時って1日で3時間か4時間ぐらいなんです。ということは残り19時間ですかね。僕全く意味ないですよね。ひどくないですか？24時間ずっとスーハースーハーしてるのに、マスター家にもいないし、ましてやこの部屋にもいないんですよ。にもかかわらず僕ずっとスーハーしてるんです。僕の人権ってどうなんですか？僕お金もらってませんよ。にもかかわらず24時間ずっとスーハースーハー、なんかやだな。もうちょっと可愛がってもらいたい、愛されたい。もう少しね、何かしらあってもいいんじゃないかと思います。ただ働きやだ。せめてね、加湿器、加湿機能あるんだから水入れてくれない？せめてそれぐらいしてくれてもいいと思うんだけどな。皆さん、僕のつぶやき聞いてくれてありがとう。なんだかんだでね、マスターに対する鬱憤いっぱいあるから、また聞いてくれたら嬉しいです。